これで終わる。いいえ、ん、まだあの男がいる。良い月だな。強調ですね。何？何が強調だって？雨上がりの良い月ではないか。さればこそです。雲一つない聖夜。風もない。このような時は霧が出やすくなります。川中島のあたりでも数日は同様でしょう。見通しが悪くなります。そうなれば兵を動かすのにも支障が出るか。そのためにいらぬ犠牲も。はい、上杉との大戦、なお一層の用心が必要です。初陣を前に緊張しているかと思えば可愛げのないですか。まったくだ。せっかく激励してやろうと思った私の心遣いが台無しだな。恐れ入ります。だがそれでこそ父上が目をかけた真田昌幸、私が友として頼みとする男だ。もったいないお言葉です。できることなら私もお前と共に初陣を迎えたかったが、いずれ叱るべき戦が用意されましょう。そうだな。武運を祈るぞ正幸。父上を頼む。母、この月。申し上げます。第一章、乱世。永禄四年秋、時は戦国。信濃の地をめぐって激しく争いを繰り返す甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信は、川中島で四度目の対決を迎えようとしていた。ここに武田家臣真田昌幸は初陣を迎える。日の本一の強者、真田幸村の父であり、後に徳川家康を最も恐れさせたとされる豪将も、今は一介の若武者に過ぎなかった。見回りを続けます。良きかな。
良い武器は良い鉄から。良い品が入っております。お目が高い。ご武運を。すでに勝ちは見えておる。海津城に物資を輸送するため北の関まで二打を護衛する。わしもお供します。くせ者が出ても蹴散らしてやりましょうぞ。それは なんと。愚策である。そうか。いいな。愚策である。
何だと。ここまではたやすい。いいな。ここまではたやすい。である。策である。
そうか。正幸、心配をかけたようです。任された。いかがした？やりました。良い武器は良い鉄から。良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。良い出来です。ご武運を。見事。正幸様、そうか。すでに勝ちは見えておる。
明けまでに妻女山を攻め落とし、剣心を八幡原に誘い出すのだ。バカ、夜は周囲の状況が見えぬなど、昼間の戦とは勝手が違いますぞ。兵だ。砦に我らのことを知らされては困る。若、戦の終わりには定められた時刻というのがございますぞ。承知の上だ。時を逸しては大事をなせぬ。戦の潮目を読み誤らぬようにせねばな。海女山に陣取る剣心を我ら別動隊が攻撃。そうすれば敵は必ず山を下る。そこを山裾の八幡原に布陣した信玄公を率いる本隊とで攻撃する。それが軍師山本勘助様が建てられたこたびの策だ。キツツキが木を叩いて虫を出すよ。なるほど、それでキツツキ戦法。警察兵がいるな。この奥が最後の砦であるが、いささか戻すな。武田軍がここに。ここまではたやすい。様が危うい。急ぎ本陣に戻るぞ。勝利条件変更。開門。バカ、高坂様にご報告を。それでは間に合わん。
田に信濃を追われた屈辱忘れはせぬ。怒りに任せて策もなしに攻め寄せる。だからお前は敗れる。こたびは邪魔をするものではありませんね。
あいにく戦を楽しむ風流はない。無粋は承知。押し通る。お楽しみのところ申し訳ございません。なんの良い趣向じゃったよ。さて正念場じゃな。すでに勝ちは見えておる。囲まれちゃったね。海津城まで一時引きたいところじゃが、引き続き戦法を読まれたは我が不覚。命に変えても親方様の態度は開かねば。
それだけが勘助様の覚悟に報いる道だ。先の戦で柿崎の体を少しでも叩いておけば勘助様の助けになったよ。知る生徒見れば主君を捨てて下るのが上杉の流儀か。策が破れた皆さんから突っ込んでくるか。山本勘助、そこが知れたな。見えている。何とでも言うがいい。親方様を生かす。これが勘助最後の策よ。もはや逃げ場はない。潔く首を差し出せ。鬼神と名高い本庄重長の監督であろうと、ここで諦めるわけにはいかない。俺は何だか見えている。この始末か。この死地を脱すれば兄上は必ず巻き返す。何としても守り通してみせる。敵将討ち取った。
見事な。無理して剣心に当たっちゃダメだよ。今は引くのが先決じゃからね。叩くなら徹底的に叩くべきだった。あの時ヨシキを敵勢に言わせていれば。闘争楽しま、足止めも果たせず無念。
できれば巻き返せるはず。我が術解剖。よし、海津城が見えた。このニダを何としても運び込むのだ。死させるものか。このニダは上杉がいただく。足止めなどさせん。そうそうに蹴散らしてくれ。そんな、お館様。